今日はですね、こちらのカセットコンロですけども、ご覧の通りかなり汚れております。もう何だろうね、これ油汚れとかなんかほこりとか、もういろんなものがくっついちゃってる感じで、ね、もうね、さすがにちょっとこれ汚いなと思ってね、今日はこれ掃除しようと思います。で、どうしようかな。これ普通にこすって落ちるもんなのかな。ちょっとやってみるか。はい、それじゃあちょっとやってみようと思います。こすって落ちればいいんだけども、歯ブラシの方がいいか。ちょっと濡らして。油汚れがやっぱすごいね、これ。ちょっとココナッツ洗剤をつけてみよう。普通に水でこすっただけじゃ厳しいやつだ、これ。なんかね、まあ大雑把な汚れは取れたんだけども、ちょっとまだあれな気がするな。ベトつきとかも完全には汚れが取れてない気がしますね。どうしたもんかね。次の手段、水を入れて。で、こちらですね、セスキ炭酸ソーダ、これを水に溶かして、で、こう、これにちょっとこうティッシュをつけて、で、ちょっとつけ置きというか、こんな感じでね、やってみようと思います。はい、こんな感じです。こちらも、やっていこう。つけ置きしなくてもこれだけで落ちないもんなのかな。一回このセスキ炭酸ソーダだけで落ちないかやってみよう。まあ、セスキ炭酸ソーダっていうのはアルカリ性の粉なんだけども、アルカリ性っていうのはタンパク質とか油汚れを溶かすから、だからこういうふうなガスコンロとかの汚れに適面なんだよね。やっぱりすごいと溶けるように落ちていくね。もう隙間の方の汚れなんかこれも取るの大変だね。この隙間にあるような。まずバラすのも嫌だしな。まあ普段からこまめに掃除しておけばこういうことにもならなかったんだろうけどね。やっぱりなんか完全には落ちないな。こっちもつけ置きしますか。まあこれでしばらく待ちますか。はい、10分ぐらい経ったかな。どうだろう、10分で果たして汚れが落ちるんでしょうかね。あ、でもなんか油汚れ特有のね、ベタベタ感はなくなってるわ。なかなかいい感じじゃないですか、これ。ああ、だいぶ綺麗になったね。ほら、ピカピカです。
こちらの方もね10分ぐらい経ったのでちょっと洗い流していこうと思います。あ、でもなんか汚れが溶け落ちてる。ほんと凹凸が多くて嫌になってくるわ。汚れがだいぶ溶けてるような気はするけど、ちょっと待ってください。ちょっと考える。これ水でバシャーってやりたいんだけども、ちょっとなんかあんまりちょっと濡らしちゃいけないところとかありそうだから、こうやってハケに汚れを吸着させつつ綺麗にしていくか。こんなもんか。ちょっと拭き取って綺麗にしよう。はい、2台目、さっきの 1台目でね、だいたい容量つかんだわ。今度はもうちょっと手早くやっていきたい。乾燥中です。天日干ししてます。こんな感じで、まあ大体綺麗になりましたね。まあ、今回いろんな洗剤っていうか使ってみたけども、やっぱり一番セスキ炭酸ソーダが効いたね。こういうさ、普通の中性洗剤だと、やっぱ油汚れってある程度は落ちるんだけども、やっぱりこびりついたやつはなかなか落ちないから、その油汚れを溶かす成分のセスキ炭酸ソーダを使ってだいたい綺麗にした感じだよね。家庭に1個そのセスキ炭酸ソーダを置いとけばね、まあ、こういう頑固な油汚れの、まあ、そういう油汚れ全般のものに使えるからいいんじゃないかと思います。ということで今日はカセットコンロ掃除でした。あとこっちの方のもう一個の方もね、ピカピカになりましたね。こんな感じで、はい。あ、こっちはつかないな。なんかもうそもそも石が火打ち石が死んでる感じなんですよね。